リガ勢だけの装備だともったいない。バックウェポンシステムもったいないから普及されなかった。大気圏内運用でも考えられてたのかな。艦に祈祷はできてもサイドッキングできないなら結局使い捨てってことだから、出たでもいいんだろう。使い捨てではない。リモートで艦船に戻るのは知ってる。戦場でサイドッキングできないなら運用上使い捨てと同じではということを言いたかった。祈祷するって言ってもスラスターとかついてなくない？ MS 自身が回収する運用？劇中見りゃわかるが、姿勢制御以外に森ガジのちょうど頭上あたりに進行方向側のスラスターはある。スラスター運営の話は単に高速化レベルでのものは積んでないってだけでしかない。 G ディフェンサーとかオーライザーも BWS みたいなもんかな。全然違う。それらはカイロット乗ってるからな。ソートビーム砲とアポジモーター、別に言うほど高くなさそう。ジェネレーターも積んでる。キシュメガは直結型。姿勢制御のモーターはあるだろうけど、どっから見ても推進機は MS 本体にしかない強き設計。専用の生産ラインのないワンオフの工業製品が安いはずなかろう。量産型のデタやベースジャバーの方がはるかに安くて、運べるしブースターを MS へ転用したり増結して長距離運用したりと幅が広い。そもそも可変機が廃れてないか。機体の合成捨ててまで可変機構を盛り込むメリットが93年代にはないんやで。役者の頃はあの戦闘の近場にいた艦隊の大半がジム3に出た博士てたっぽいしな。脆くて高くて整備で死ぬ。連邦軍みたいに規模があるならそんなマルチロールしないで近い部隊が出動すればよいってだけだし。ズサも BWS だよね。ズサは BWS もだけど、本体の身長だけ見たら小型モビルスーツでもあるよな。タンクではあるけど体積は従来機と変わらないよ。大砲付き SFS も需要がないんだろうな。マーレン砲軍なら基本的に艦隊プラス MS 部隊で運用だからか。大砲付き SFS で強襲して乗せた MS を展開とか少数が勝ち込みかける戦術。そういう戦術構想で生まれたっぽい。ガザジコストというか専用のオプション装備を置いておくスペース考えると、そういう意味でも取り回しが良くない装備ではある。 MS 戦ならメガランチャーみたいなの持たせた方がいい。そもそも MS 戦ならでかい大砲持つよりライフルで十分なのよ。それが逆シャアの頃の両軍の発想。ブリックス戦役みたいなでかい大砲積んで何撃つのってなった。サブフライトシステム兼ディフェンダーユニット兼可変 MS な BWS を出そう。つくづくリゼルだな。ベースジャバーを全部 BWS に刷新すればよかったんじゃない。役割が違う。ブースター欲しいのに大砲持ってくるぐらいトンチンカンな発想。いろいろ節約してリゼルやアンクシャを作ったけどやっぱいいかってなった。既存の MS に装備させて航続距離と火力を伸ばす装備なら流行ったかもしれん。良いもの作れば量産されるわけでもあるまい。ジェダは量産されずグレードとしたジェガンにされてたしさ。ガンダム世界の量産はなんというか先行試作評価機のグレードを維持したままの量産をさせない世界よね。試作機が主役だからな。試作機だろうが量産検討機だろうが正式採用の扱いかつフラグシップモデルなんだ。
そういう意味ではタイヤがおかしいんだよ。なんだよあれ。タイヤは素晴らしい SFS だよ。モビルアーマーはなぜ天下を取れなかったのか。可変 MA の設定を見るに、 MS に近接線仕掛けられると割と映るらしい。どう考えてもこれに近接線仕掛けようと思わない。そもそも可変モビルアーマーってドイツこいつももつくてでかいからな。アムロさん、あの人なんかおかしいから。連邦ってすぐ軍縮するから整備性と量産性悪いとすぐ打ち切られるよな。整備性は軍縮云々じゃないだろ。現場で使うやつから胃の一番に文句出るやつだぞ。そもそも明確な仮想敵国もないのに強大な軍備を整えている方がおかしいからな。 EWS って前から見ると全米をがっちりカバーする構造になってるのよね。高い火力と装甲を前面に集中して敵艦隊に砲撃しながら突撃。突撃部は近接戦では重いそれらを脱ぎ捨ててゼータよりも身軽に戦うって考えると特殊部隊用として割にかなってる。発想としては悪くない。結果的にパワーウェイトレシオは悪化状態ってのがね。推進機関ないのになんでプロペラントタンクついてんの。つかよく考えたら分離後回収は絶対に拾いに行かないとダメなやつだ。本体に供給するんだからまんまプロペラントタンクよ。宇宙だとバーニア孵化したらそれだけ加速するから、遠距離の目標狙いに行くのにブースター増やす必要あんまりないと言えばない。割とよく勘違いされてるけど、射出する際に噴射してるからメインスラスターがないだけなんだよ BWS。 突貫して BWS 投機まで行くとリガズイが敵陣で孤立しそう。実際ケイラがやられた理由はそれだし、ウェブライダー形態で突貫して要所を攻撃してそのまま飛び去るってのが理想的だと思うから、撃墜されない腕が求められると思うの。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価お願いするのだ。